上でやっと飛ばしたと思ったのが、まあ、落ちないというか、落としづらいっていうところが多分来週的には結構嫌なんじゃないかなっていう。ただまあこのガチ君がね、まあ、一番まあ今回カポンキャプテンルーク多いということで、はい、まあ、やり込みの鬼ですからね。ルーク戦相当やっているはず。多分毎日やってたんじゃないですかね。ルーク戦は本当にそれぐらいやってましたね。言ってましたもん、あと、うん、もうやっとんでって言ってたんで、うん、ルーク戦やっとんで、ルーク戦やっとんで、うん、なんならルークが全員集まってもええかもしれない。おー、だから、ね、あれですよね、嫌いすぎて好きになっちゃったパターンですよね、うん、もう5の頃からねルーク戦も確かに最初から最後までずっとやったんすからね、はい、リュークの夢見たんよって言ってました、言ってましたから。さあいよいよ始まります、グループ D 開幕戦が日本のガチ君が登場。ガチ君、対する対戦相手韓国の力のエネル、うん、エネルのルークが登場です。幸先の良いスタートを切れるか日本のガチ君。この相手はこのカプコンカップ10では一番マークしているであろうルーク、はい、しかもそのルークの強豪エネルです。よろしくお願いします。まずは中距離ジャストパリーから入っていくか、これは遠かった。そしてエネルの攻めがまず通りました。画面足、おお、早めに無敵技を切っていきました。あ、うまい、どうした攻め込んでいく。あ、力のエネル、力が入りすぎているところ、うん、しっかりとガードでしのいだガチ君。上は落とせない、仕上がってますね。ここはすごい、ジャストパリーから投げ、これも対策、これいい対策ですね、まあまあ、非常にハイレベル、はい、確定ですね。位置は入れ替わりました。ラッシュサプレッサー、しかし距離が遠かった。ドライブゲージガチ君は2本上から行く。うわー、はい、このガンメタルハンマー、ね、ジャンプ強パンチ。さあこれは SH バルカンブラストでのリーサル、まずはエネル。強ミキサーを出したんですけどね、やっぱりそのジャンプ強パンチの到達が早いんで、うん、まあ対空無敵が出る前に潰されちゃいましたね。6フレーム目の対空無敵の前に届いてしまった、うん、とはいえガチ君の動きは悪くはありません、はい。ここも強フラッシュナックルために対する対策であるパリーからのドライブリバーサルを見せました。パリーの応酬、ドライブゲージ減ってきている。ガチ君の SA ゲージは2本を超えています。すごい精度だな、ジャスパ。さあここでサンドブラスはどうだ。相殺しながら画面端を押し込んだ、バンドさせるプランですね、これは。立ち込まちから、これはでかい、これはでかい。持続当てからしっかりとオーディミキサー、通常サイクロンからできるか、できている、やり込みの鬼。いよいよゼロフレのコンボ。しかしここは無敵技、割り込んできましたネイル。バーンと上等とはいえ SA ゲージ溜まりつつあるぞ。いや、ここはそれでも対空しっかり切ってきた。怖いな今の対空、インパクトスタンを奪ってガチ君。今のもね、ちょっと反応遅かったら、はいはい、いやそうですね、ドキッとしましたね、はい、仕上がってるな。エネルの SA ゲージは3本、 SA ゲージ差生まれていますが、ガチ君このラウンド中中盤で2本に到達するでしょう、うん、まずは中足ダッシュ、触れてます。ここは投げに行くプランでした。うまいね、はいはい、フラップスピン止めながら攻め込んでいきます。2本行った、ただここでオーディー、めっちゃ打つ力、ラッパー読み勝つな、読みと心中するこのエネルのプレー。うわー、ただオーディー確定ですね。ワールからのイウサール、確実に、うわー、すごい上がってる、バーチャスながらコンボもしっかり。ここはどうだ、ゲージは使わず、やはりできている、うますぎる、これ非常に難しいですよ。ただこのエネル、バーン中でもSA ゲージは持っている。うわー、繋がってる、置き攻め、うまい、チャンピオンマッチ待っていた、わーキャンセル見ていた、強い、このやっぱ男は強いな。これでガチ君バーンと寸前、エネルのドライブゲージは回復した。一気に状況悪くなりましたね。さあここも勝負どころじゃないか、タチクマッチをガッツ、インパクトはダメ、まあ勝負でしたよね。初戦はエネル、いや激しい戦いでしたが、今のため中フラッシュナックル深すぎますね。確かにインパクト対策2段なんでね、確認が、はい、確認、インパクト取られ確認しやすい。3ゲージあるときだからこそ強い選択肢でしたね、はい、素晴らしい内容でしたが、ここはガチ君ジャストパリーからドライブゲージを消費しつつ画面足を攻めに繋いできました。入れ替えコンボ見事。ここまでエネルの無敵技はかなり出ている、5回ほど打ってるでしょうか。オーディーライジングアッパー、ジャストパリーから、ね、これ確定ですね、これはインパクト確定、強サイクロンのみ確定しますね、うん、弱中と強をねしっかり、はい、見極めて対応しています。エネルもさすが、まあ、この両者そもそもおそらく、ね、日本でも対戦できるので、そうなんですよね、対戦経験はあるでしょう、うん、ラッシュジャックパンチからカウンターヒット見逃さずに置き攻め、ただここで打ちます、マジで打つな、お、これは打ち返してユーサール、ユーサール見事ですね、ドライブリバーサルからのユーサールすっぽ抜けてしまった、あったら蹴り飛ばして、蹴り飛ばした、強いんだけど、この X
強い。とんでもないぞ。ナイスアドリブでしたね。いや、そうですね。いや、すごい今のは。すっぽ抜けたなら蹴ればいいじゃないっつって。確かにうまい。中橋からまずはガチ君が先手を取っていきました。サイクロン重ね、画面端投げ抜きを誘ってガチ君のフェース中段持続重ねになっている。この辺りもやり込み体感なんですけどね。相当やり込みが二巡プレー連発されています。うわー、なるほど。ただここは無敵化と警戒したファジーアバレに対してエネルも返していきます。結成ゲージ触る。いや、すごい精度だな。マジで押せてますね。うまい。差し返して中足から置き攻め。ここじゃあ逆択あ力でエネル力の中足置き攻めはジャンプ。おー、さあ2回目ラインながらの立ち役パンチガチ君返していきました。さあ素晴らしい。いや、いい勝負ガチ君。あのずっとガチ君が横押しで勝ってんのがすごいですね。確かに。やっぱ地上技のリーチはね、ちょっとラシードの方が、はい、まあ、短い。そうですね。そんな中でも非常に精度の高いプレー。素晴らしい。サンドブラストのジャスパの精度が高すぎて、はい、サンドブラストでペースつかめてないのが大きいですね。確かに押し返しになってないですよね。はい。ここは一応リハスコタイで対応。やばいな。先手はガチ君。そして自動加算のしゃがみジャックパンチ。この辺りも、まあ、セットプレー相当な量が組み込まれています。画面足位置が入れ替わる。三角跳びこれはさらにスカイハイは抜けられたらこれ助かりましたね。読み勝つな。投げ抜きをしているしゃがみちもちカウンターから上から行ってヒットしているぞ。痛い。ダッシュを使って伸ばしていきますエネル。さらにおお投げ上がれ。読み勝ったのはガチ君だ。すごいスピード投げたな今。もう逃げ止まりますね。違いで変わったエネルのドライブゲージを少ないぞ。フラッシュ壊しから置き攻めは投げ抜ける。追いついてきました。インパクトよく見ている。すごい今の。ただ見たりだぞ。中止どうなる。どうなのこれ。オーディミキサーオーディスカイハイ画面足は遠い。ゲームアッタージャックミキサー。あーすごい。ルークの難しいところが出ましたね。ジャストを狙った結果確かにねリーサルを逃してしまいましたね。いやガチ君助かりました、はい、しかも今のもねリバサとも勝負でしたね。でしたからそこも読み勝っての勝ち。風が吹いてるぞ。ジャストバリーこれすごいですね。インパクトこの辺りは見逃しませんエネル。さすがです。大きい攻め。うおいってカメンタエネルがリターンを取っていきます。なるほど。さあここは使っていく使っていく判断なんですね。まあ、ラウンドビハインドがあるんでここで勝ち切ってゲージを貯めて3ラウンド目を望もうというエネルの判断。ラッシュ引っ張ってしゃがみ中盤地。ここはガチ君読み勝ちました。ダッシュマジかね。さあこれバーンアウトが危ないぞ。オーバーアウトからこれはこれは危険なユーサルになるんじゃないの。2本あるよ。2本あるよ。とんでもないユーサルだぞこれ、はい、まずはこれ投げてはいはい投げるよ。蹴ってゲージはありません。風乗りドライブゲージはふんだんにあるぞ。すべて使ってたまるゲージがたまる。中ミキサーから SRK ガチ君見事完璧なコンボ選択素晴らしい。ミスがなかったですね。いやすごい。いやこれはいい試合でしたね。ガチ君この試合もう相当やばい試合じゃなかった。本当にこうレベルが高すぎて、はい、本当にわずからミスした方が負けるみたいな。そうですね。やっぱガチ君のやっぱそのキャラの連動、うん、ミスが本当に少ないですよね。ミスなし。やり込みの賜物だったっすね今のは。きたけいやまさかそのオーディあのミキサーノーマルサイクロンからのあの着地間際のジャンプした強パンチを。